アジとマッシュルームのセビーチェ2人分。材料、アジ、刺身用 160g、パクチー20本、マッシュルーム6個、赤玉ねぎ4分の1個、青唐辛子1本、ニンニク1かけ、塩小さじ6分の1、ライム果汁またはレモン果汁大さじ4、ナンプラー小さじ2、アマニ油小さじ1、赤玉ねぎ4分の1個は繊維に沿って薄切りにする。マッシュルーム6個を薄切りにする。パクチー20本は3から4センチの長さに切る。ニンニク1かけをみじん切りにする。青唐辛子1本を小口切りにしてボウルに入れる。ライムを半分に切り果汁を絞る。果汁大さじ4をボウルに入れる。アジ 160g を薄切りにする。アジに塩小さじ6分の1を振って軽く和え5分ほど置く。ナンプラー小さじ2を加える。アマニ油小さじ1も加えて混ぜ合わせる。アジの水気をペーパータオルで軽く拭き取る。ボウルに加えて軽く混ぜ1分ほど置いて味をなじませる。パクチー、マッシュルーム、赤玉ねぎを加えてよく混ぜ合わせる。汁ごと器に盛る。